オープン戦、日本ハム4、4広島、12日、エスコンフィールド。広島が3回に中軸の3連打などで日本ハム先発山崎から3点を奪い、逃げ切った。開幕投手が決まっている先発くのりは3回に1点を失ったものの、ストライク先行の投球で8回途中まで2失点、自責1。 96球を投げて初の代役へまた一つ段階を踏んだ。試合後の荒井貴弘監督、47の談話は以下の通り、久のり投手は総仕上げのような投球、荒井監督順調に調整できていると思います。ナイスピッチングでした。今日の登板で一度ピークを上げたのか。荒井監督早々、そういう感じ。 ピッチングコーチと話し合ってどこでたくさん投げて開幕に向けて落としていこうかと本人の希望を聞きながらピッチングコーチと話し合って決めた今日の目処は100球か新井監督そうだね本当はもうちょっと投げたいみたいな感じだったんだけどね打線がつながった新井監督今日もいいピッチャーでしたけどみんないい反応をしてくれたと思います 小園選手が4安打。荒井監督小園はずっといいバッティングをしている。でも、彼は発展途上だと思うので、まだまだ高いところに目標を置いてやってもらいたい。積極的なタイプだが、4安打目は粘って捉えた。荒井監督昨年あたりから打席内での粘りとか、決めとかも成長している。見ていて頼もしいと感じる。 中軸を任せているが、荒井監督まだ打順は他の選手との兼ね合いもある。でも、彼ならどこを打ってもやってくれると思うので、もちろん期待していますよ。レーノルズ選手の状態が上がってきた、荒井監督しっかり打席内で見極めもできているし、甘い球を仕留められているので、上がってきていると思います。